けあるから。戻すと大変なんだよ。あ、山ちゃんのあれがなかった、お皿。お皿が欲しかった？あ、いやいや、大丈夫ですよ、大丈夫です。あった方がいいじゃないですか、こうやってお皿でこう食べてる。これに伸ばして、ここに入れるので平気です。あと、オーブントースターで小麦を焼く準備だね。小麦、あ、ありがとうございます。小麦って、いや、全然勘違いしたのよ。あ、ちょっと出てた。生小麦、半生小麦だから、硬くないんだから。なんか前、ちょっと薬で食べた。あの、クワちゃんにもらったやつから、なんかさ、硬くてさ、硬いよ、もともと硬いよ。じゃあ、米は硬くない。普通は硬くて食えなくらい。ソフトタイプがもう存在する。歯が立たないぐらい。あ、そういうこと。電話の手だ。もしもし。もうなんか昔のさ、あのウルトラ警備隊の時みたいな。もしもし。はい、どうもどうも。はいはい。これ知ってる。はい、どうも。ベトナム風味のこのチートスなんだけど、チートス大好き。そうなんだけどさ、これはね、辛いのよ、ほんと辛い。はい、おいしいんだよ。おいしいんだけど、これね、自分でも2つ3つこう食べるじゃない、開けてさ、はいはい、したらもう辛くてさ。どこに行ってんの、私顔。これね、いや、これ普通のハックで薬屋のほら、あ、はい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 、あれで買ったのよ。うん、すんげえおいしい。本当、俺これ辛くて、前は良かったんですよ、そのままで。あ、そう。じゃあ、あげるよ、もうこれ。もう結構。私はバーベキューが。いや、全然。いや、バーベキューとか普通じゃないですか。あ、原稿高そう。辛い激辛バージョンで、この前のモンテローザのやつなんか火じゃなくて。そう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 、そのままで火ってたから、あ、いい。はっきり言うと分からない。これはそうでもないのかな、このベトナムの、これは。あ、あっという間に出てたからね。全然出てたからね。これっていろんな人が引っ張るんじゃないで。それ辛いんちだって。心地いい。ん、俺辛いの好きなんだけどさ。いいです、もちろんもちろん。お任せしますよ。もう、お皿によって。あ、これはちょうどいいね。でしょ、たぶん。それはね、辛くないから、普通。はい、ありがとうございます。よろしく。もうお任せだから、フランスに。よろしくお願いします。はい、はい、全然大丈夫ですよ。はい、よろしくお願いします。うち、初めての赤ベース。あ、本当だ。いやさ、ベース調子悪いよとかさ、文句は言わずに黙って持ってくれる初日の素晴らしさ、ね、昨日6時に来て。そう。どうしたのって、いや、ベース調子悪い。みんな文句言うんだよ。それでちょうど昨日も楽器屋さんに来てもらってて、ただ重いから今度持っていくねってことをしたんだけど、これ一回またグリーンになるの待つんだよね、赤になったから。待つよ。あの、新潟のポーパーが来ないで、ニキータはこう調子が悪かったら言ってください、いくらでも修理してますから持ってきてください。前のマスターのグリーン持って帰ってもらったの。そうそう、割れてたから中のやつが外れてたんで全部直してもらった。ただほら、電気関係はね、もうこっちの方が早いし、うん、それはね、もうパパってやってる、だ取りに来て持ってきてくれるという利点があって、そう、それで今回は本数が多いからもう運んでいくんだけど、トーマさんとかも直接何回も言ってるらしいよね、うん、とにかくね、ものすごい良いことになるの。本当に預けたらギター作ってる人だから。そうそう。あ、それはすごい。すごいよ。で、もともと電気関係の会社にいた人だから。そうそう。じゃあ両方強いの。もうどんな楽器でもできるって、もう前勤めてる時に、うん、もう苦労させられたから、どんな楽器でもできるって。フェンダーのハンダゴタ の中の構造はそれそのものがおかしい。電気関係をしてる人はこんなことをしないと。見てたね、うん、だから俺もよくわかんないんだけど、アースの取り部分がやっぱりちょっとかっこよくしますみたいな。今のエレキっていうのはこうアースを取ってんだってね、別個に上の方に一本取ってるでしょ。だからそれで売ってるんですよ。触ってれば音がノイズが出ない。いやいや、じゃなくてだから線を取ってアース取ってるんだって、うん、はいはいはい、今の楽器っていうのは、うん、で、今そうなってるよって教えられて、昔の楽器はほら、あのバンでアースを取って回してたんですよ。それが違うって話じゃん。俺も銀紙で取ったから、あ、そうですよ、多少いいですよって言って、ね、うん、やっぱり中を通して綺麗にしてくれって言ってた。すごい。あの、こう、水配管を直す、うん、あの銀紙のテーパーじゃないですか。うん、うん、どちらにも。あ、それ貼ったの俺も。僕のそれをね、うん、ギターの扱いに全部貼ってんの。うん、だから言ってたのがね、ギターとあのベースとではアースの逃げ方が違うんだって言った。あ、そうなんですか。うん、だから違うので、エレキの場合はなんかこう、張るじゃない、周り守って、う
違う銀紙貼って、それでアース抜くけど、ベースの場合また違うんですよ。1回だから渡りがないんで、渡りを必ず作らないといけない。エレキの場合は全部出てくるじゃない。それごとにこう線があるから、そこのルートを通せばできるけど、ベースの場合はないから、ルートが渡りがないんで、上の方に1本通すんですって。導通のいいやつを、それをかっこよくするかどうかで、違うっていうだけで、もう何でも線はきっちり通るって言ってた。ミカさんもおもちゃのね、おもちゃ買ってもらった。あのこうこの山、山、あのこの間ここで、うんうん、キーボード、これの、うん、山、ABC のシールまで貼ってるよ、見せてもらってました。あ、それ、それ、それ歌唱でしたね、なんかね、うちで買ってまた俺が貼ったんですよ、全部ヤマハのやつ、これ、かわいい。あ、本当だ、かわいい。いいね、C シャープとか F シャープすぐ分かるよ。こうやって、C シャープ、こうやって、ね、ちょっとこれ見せて言わなくちゃ、私に C がどうのとか言うから残ってるよ、シール。でもね、あの、これが違うから、これさえ気にしなければある。これをこれのキーに合わせて、ドはここのドじゃない。そうそうそう。だからこれでドレミがそれはドにならせたんだ。そう。でこっちはちゃうけど。うん。そうなの。まあよくわかんないけど。譜面はわかんないけど。いや今の楽器はだってすごい進歩してるので、うん、こういうやつでもあのシールドに繋いだら全然使えると思いますよ。うん、ね。ライブの。マスターが繋ぐから繋がなくていいからそっとやるから。繋ぐやつも俺はもう揃えてんの。だから無線で飛ばせるように。そうそうそう、してあるわけ。Bluetooth で今つながるので、うん、これは Bluetooth ないから、だからあのギター用のやつあるじゃん、はいはい、あれをつないで使い取りしてやるの。あのギターのトランスミッターで、そう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 、でも全然使える、あれで使えるよね、うん、もう十分だと思うな、うん、これでな。なんかおもちゃ買ってもらった、いいじゃん、おもちゃ買ってもらったんだけど、いいじゃん、うるさいな。いやでもいいと思うよ、こういうの趣味がね、これいいと思う。それこれだから、これこいて、うん、そしたら和音にしないとどうって、あの和音にするほどこれキーパーないんですけど、私が言いました。 C だとかなんとかいろいろ言うから、 C って何だ。だからさ、ここをさ飛ばして飛ばして飛ばしてやる。あ、そうですね、こうやれば C、D、E ってやればいい。マイナーは分かんないよ。そう、そんだけだから簡単でしょ、うん、マイナーは最後の3つ目の音が半音下、うん、そうなんだ、だからコピーになるの。なんかそんな、そうコピーは山ちゃんなんかいいよね、ピアノもいけるし、そう、うん、だからそうやって弾けば弾けるんだよね、こう見て。キーボードの場合は、5線譜っていうのは実はギターのタブ譜と同じで、うん、もう誰が弾いても同じなんですよ。あのこのマークの、これは書いてあるときはこのキーを押すっていうのは決まっているので。弾けないね。これのね、ヤマハバージョン、はい、うん、それはどこの歌詞を、これ歌詞を、あ、いいじゃん、歌詞を待ってって言ったらさ、うん、いや、歌詞を、そこは素晴らしい、申し訳ないので、ヤマハにしなさい。いや、これだと安かったんですよ。そう、安かった、ヤマハで新品で2000円だもんね。2000円なんです。で、送料が1200円だって。すげー、取りに行きますって言ったら遠いから。あ、そうか、新品でこう、あ、中古あるんですよ、安いのが。そう、中古ありましたよね。新品はね、だいたい6000円ぐらい、6000円か4000円なんだ、それでも、ね、それでね、なんかこんなもんでしょ、だって。いや、でも中古で6000円高いな、今ハードオフに行くと、うん、だから中古やないだよ。あ、そうなんです。新品じゃないとやっぱり嫌じゃない、あげるのに。あ、うちもえ、メルカリふざけないで。だからほら、ヤフオクだけど新品って出たから買ったの。じゃないと嫌じゃん。逆転ブラックセール。ああ、あったあったあった。あれでやった、楽器。そう、あれで買ってみた。うん、ね、点数溜まってたりすると安いから。おもちゃ、おもちゃ。うん、今ね、練習マスター開けるよ、これ。いいじゃない。何を？開けるじゃん。あれがあってもいいよ、ちょっと貸して貸して、どうね、楽しいよこれ。あのね、ピアノとかで、いろんな音が出るんでしょ。オルガンとかね、ここに出てる番号で出るみたいな。電源を入れて、で、これトーン、重さ的にチョコレート、絶対チョコレート、これで変わるみたい。ここに番号が出るんで、でそれで、これおすすめ。山ちゃんのお土産？そうそう。誰かの忘れ物。16。でも昨日座ってた人は違ったので、その前、もう忙しかったかわかんない。まあ、もう覚えてないし。あ、今立石さん、したらピアノじゃあゲット取りきます。じゃあどっか、これそう、これ番号4とかやるのかな。そう、12番例えば、あの、なるほど、トーンだから、これ今12番12番だから、これは、うん、俺はちょっと20から27、そう、そうなの、ね、20すごい、うん、20すごいな。結構あのラーメン屋並んでたから、きっと鳴らしてた。すごい、楽しいよそれ。リズム。ちょっとレモンが入っちゃう。ハンだからあれなの。レモンが入っちゃうね。そう。
ここに座った人は常連さんがいない。あ、そう、表に入りたかったんだ俺。バカになんないかって思ってる。前、入り口入ったじゃん。そう、メニュー、いいですか。で、そういえば、落葉日記にあの子供の写真、あれ誰？私、変なのも入れないし、あの変なの、今上がってる？今上がってる？あ、昨日上がってて、あれ、山ちゃんのお友達？子供の写真ってなんだ？私、変なの削除してるよ。やめて、変なのがあったら削除しといて。子供って誰？子供、なんか知らないんだけど、その日本人じゃないんだけど、その人。この頃さ、女の人でさ、あの参加したいで見るともう外人の友達しかいない人がいるんで、いつも削除してる。あ、これか。それそれ、これ誰？削除削除。知らない。削除。あ、ブロックついでに。うん、ブロック。ブロックして削除。ね、あの、うちの店では変な写真があるって結局だから騒いで。で、子供。で、その人。おー、チョコレートです。わお。あ、高そうなやつやね。変なの来てるね。でしょ？なんだろう。全然高いね、これ。2,3,000円。モルドフだから。モルドフだから、2,3,000円。山ちゃん、チョコ。これ。あ、すごい。これ、手を出した人なんだよ。練習しなくちゃいけないね。十分だよ。素晴らしいよ。十分遊べるね。十分十分。もう全然練習になります。うん、ここに作ればいいの？ほら。